方で始まりました。もてつチャンネルです。さあ、出ましたね。この QS が出してる世界大学ランキング、2024年版が出ました。見ていくんですけども、まあ、やっぱり日本はですね、国際性っていう指標があるせいでですね、だいぶ苦戦して、なかなか上に出れないんですけども、はい。今年も、はい、ロンドンで出ましたね。コーカルエリーでしたっけ？何でしたっけ？コーカルエリーサイモンズでしたっけ？はい。そういうところが出してるやつですよね。で、世界で最も信頼性の高いとされてるんですけど、本当なのかな？24年版ではですね、結構見直したそうですね。サステイナビリティっていうのを取り入れてるわけですね。で、サステイナビリティと雇用結果、国際研究ネットワークっていう3つの指標を加えたわけですね。で、さらには、学術関係者からの評価、企業からの評価、そして教員1人当たりの学生比率、あ、そうそうそう、これ入ってるんだよね。教員1人当たりにどれだけね、学生がいるかっていうやつね。多くなればなるほど手厚くないわけじゃないですか。人数が、教員が多くて学生が少なくなれば、それ手厚さが増すわけですよ。で、前年との比較は避けられないけれども、変わっているっていうことですね。はい。104の国地域、1500大学を対象としていると。で、1750万以上の学術論文、24万人以上の学術企業関係者の方々の意見を反映ということでした。おー、じゃあ、見ていきますか。では、世界のベスト10ですね。第10位は、カリフォルニア大学バークレー校ですね。はい。UC バークリーですね。はい。私が留学したかったところでございますね。すごいね。前年27位から大幅にアップしていますね。はい。続いて、第9位。UCL ですね。はい。University College London ですね。はい。イギリスの超有名校でございます。前年はただ8位で一つランキングが下がってるって感じですね。はい。で、第8位。シンガポール国立大学。はい。やっぱアジアナンバーワンと言われているところですね。まあ、今度シンガポール行く機会があったら絶対見てこようと思ってはいるところではあるんですけど。まあ、いろいろね、YouTube の動画とかでは見てるんですけどね。前年11位から8位にランクアップしました。はい。そして第7位。チューリッヒ工科大学、スイス連邦工科大学というやつですね。はい。スイスにあるところで、いわゆる非英語圏の中で最も高い。と言われるやつですね。まあ、だって他のところはね、英語圏。まあ、シンガポールも一応英語圏ですから。非英語圏でトップといつも言われているとこですね。はい。で、前年9位だったのが7位にアップ。で、次が、第6位がインペリアルカレッジロンドンですね。はい、イギリスです。はい。で、続いて第5位がスタンフォード。あ、アメリカのスタンフォード大学が3位から5位に下がってますね。それに対してなんと第4位はハーバード大学。あ、上がってますね。はい。去年第5位だったのが、スタンフォードを抜いて、ハーバードが上に来ていますね。おぉ、これは意外です。まあ、日本人のイメージとしたらね、ハーバードってイメージがあるんですけど、やっぱり最近はスタンフォードのイメージがアメリカだとだいぶ高かったんで、へぇ。なるほど。続いて、第3位は、オックスフォード大学、イギリスですね。はい。去年第4位から3位になってますね。そして、ケンブリッジ。第2位ですね。はい、第2位は、ケンブリッジ大学、イギリス。まあ、このランキング自体がイギリスのものなんで、イギリス寄りだろうって言われたりはするんですけどね、結構ね。このケンブリッジとね、オックスフォード、オックスブリッジとかってまとめられたりしますけど、ここが高いんだよね、いつもね。そして、第1位は、マチャチューチェッチュ工科大学。はい、マサチューセッツ工科大学でございます。はい、前年に引き続き、1位でございます。だから、ケンブリッジとマサチューセッツ工科大学、MIT は、はい、去年と変わらずということです。ではでは、日本見てみましょうか。はい。日本の大学ランキング。15大学載ってるな。500位以内にランクインしたのは15大学でした。はい。その15を見ていきたいと思います。はい。まず、一橋大学ですね。15位が。はい。全体の481位でございます。よかった。それでも一橋入ってくれた。理系がまあ強い中でね、一橋入れたのはすごいかなと思いますね。476位が神戸大学。おー、前回の363位から大幅ダウンですね。続いて、広島大学。472位。ね、はい、前回338位でしたから。そしてびっくりするのがですね、次が、豊田工業大学ですよ。はい、ランク外からランクイン。一体何が？446位。続いて、筑波大学。はい、355位。前回312位から下がってますね。続いて、慶応義塾大学、214位。うわー、慶応も下がったな。197位でした、前回。前回だって早稲田に勝ってたんだよ。うわー、負けてしまった。まあ、やっぱ、国際性とかに関しては、まあ、やっぱ早稲田に勝てないからね、慶応ね、意外と。続いて、早稲田大学が199位ですね。去年より上がってます。去年205位だったから。なるほどね。まあだからベスト10に慶応も早稲田も入っているんですが、早稲田の方が上と。続いて、196位に北海道大学。あ、これは141位からかなりダウンしてますね。続いて、名古屋大学。前回112位だったのが176。やはり全体的に日本はランクが下がってますね。
続いて九州大学、あ、名古屋を超えてる。去年135位で名古屋大より下でしたが、今年は164位で、名古屋よりは上だけど、でもランクは下がっちゃってるね。続いて東北大学ですよ。はい、国際卓越大学なのに、前回79位だったのが113位まで落ちてますね。やっぱ国際性とかを活かしてるっていう東北大ですらこうなっちゃうんだよね。続いて東京工業大学91位、わー、これも前回55位ですから下がったね。うん。そして次が大阪大学80位、はい、ベスト3は大阪大なんですが、まあ、去年は東京工業大学より下だったんですが、上に行きました。でもそれでも68位から80位に下がってますからね。続いて京都大学46位。こちらも前回36位だったんでね、悲しいですね。そして最後は東京大学28位、前回23位でしたから。うわー、そうかって感じですね。はい、なるほど。日本からは世界ランキングのトップ100位以内に4校がランクイン。アジアでは中国5校、韓国5校に次ぐ成績と。ね、韓国にも負けてしまっているっていうのはね、うん、まあシンガポールがやっぱトップ10に入るぐらいだからね、すごいよね。うん、ちょっと残念ですが、はい、じゃあそれぞれのね、サステナビリティとかいろいろなポイントがあったと思うんですけど、そこで高かった、日本の中でね、高かったのを見ていきますね。サステナビリティに関しては、東京大学が一番だったんですね。で、アカデミックレピューテーション、学術関係者からの評価っていうのも、で、企業からの評価も、なかなか高くていいんですけどね。サステナビリティ5位で、アカデミックレピューテーション7位、企業からの評価9位で、すごい高い。で、学生1人当たりの教員比率は、東京医科歯科大が日本の中では高かったと。10位だったのに、でも、全体ランキングで611位から620位の間ですからね。で、雇用結果っていうのは東大11位。はい、留学生比率が、立命館アジア太平洋大学が世界37位。でも全体ではね、801位から850位ですからね、すごく低いね。で、新しく出てきた、教員1人当たりの論文非引用率が、トヨタ工業大が世界の45位に入ったんだ。なるほど。全体では446位ですけどね。うん、で、外国人教員比率が、これも立命館アジア太平洋大が87位。でも全体ではね、801位から850位ですからね。で、国際研究ネットワークは東京大学196位。やっぱ国際性が低いね。すごいね。この豊田工業大学っていうのは、日本で最も改革的、革新的でインパクトのある研究を行っている大学の一つだ。教員一人当たりの論文引用率指標で世界50位内という鮮烈なデビューを飾りましたと。へへへ。なるほどね。東大は、まあやっぱ優秀な成績。いろんなところで高い点を収めてるね。採点基準がどうなってるかっていうと、採点がどういう風になってるのかね、配点基準ですけど、このアカデミックレピューテーション、学術関係者からの評価が 30%、 企業からの評価が 15%、 教員1人当たりの学生比率が 10%、 あ、これが 10% も占めてんだね。で、教員1人当たりの論文非引用率が 20%、 あ、これでかいね。で、外国人教員比率 5%、 留学生比率 5%、 ここで日本はね、遅れを取るからね。で、サステナビリティ 5% で、雇用結果 5%、国際研究ネットワークが 5% で 100%、ね。これで採点されてるわけですね。そうすると、この海外のね、留学生入れてるとかっていうところでは、まあ、いわゆる日本のトップ大学は弱いですからね。なるほど。さあ、皆さんはこの結果、どう思いますか？論文がたくさん引用されて、いろんな海外大の人入れて、少人数制で、難しいっていうのはあるかもしれないですね、やっぱりね。はい。ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.